皆さんおはようございます。今朝はイザヤ書の50章から神様と私たちの関係について考えていきたいと思います。イザヤ書50章4節にはこうあります。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。ここで弟子と言われている人たちは、英語では those who are taught、中国語では孫子孫子と表現され、神様の教えを受ける者、すなわち朝ごとに神様の御言葉をしたい、ここに来ておられるお一人お一人のことを言っていると捉えていいと思います。では、この朝、神様は私たちに何を教えたく願っておられるのでしょうか。私には大変印象深く忘れられない思い出があります。それは30年前に洗礼を受け、聖会に生まれて初めて参加した時のことです。早朝の祈祷会の場所に行きますと、皆さんはすでに席に着いておられ、静かに祈っておられました。私は朝、どなたかにお会いした時には、おはようございますと明るく挨拶することが習慣になっていて、その日も牧師先生のところに行って、おはようございますと挨拶しました。すると牧師先生は小さな声で、皆さん一日の始まりを神様とのお交わりで始めたいと願っておられるので、聖会の早朝祈祷会では、朝の挨拶は祈祷会が終わってからするのですよ、と教えてくださいました。私は心から感動しました。そしてそれから今まで、朝起きたらまず聖書を開いて御言葉に心を向け、お祈りして神様とお交わりをすることを日課としています。では、神様は私たちになぜそのような交わりを求めておられるのでしょうか。それは私たち一人一人に、疲れたものを励ますものになってほしいと願っておられるからです。毎朝神様が私たちを目覚めさせ、私たちの耳を開いて御言葉を与えてくださるのは、私たちが弱り悲しむ人々、疲れて前に進めなくなっている人々を御言葉によって、神様の上からの導きと聖霊の満たしによって励ますため、すなわち暗闇を神様の光で明るくしてほしいと願っておられるからなのです。今朝、私たちは神様からいただいているこの素晴らしい使命のために感謝しましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしいご計画に感謝します。私たち一人一人を導いてください。そして今朝、このようにあなたの御言葉に励まされたように、私たちも周りの人たちを励ますことができるものに作り変えてください。このお祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。